ここで火事の速報が入ってきました。お伝えします。先ほど札幌市南区住川の住宅で火災が発生しました。ご覧の映像は現在の情報カメラの様子です。現在のライブ映像となっています。白煙が立ち上っているのが確認できます。午前7時過ぎ、札幌市南区住川6条12丁目の住宅から火が出ました。消防によりますと、火は近隣の住宅にも燃え広がっていて、現在消火活動を行っているということです。今のところ怪我人の情報などは入ってきていません。現在も消火活動が続いている火事の速報をお伝えしました。